好，哎，观众こんばんは。ハルケース。今回は値段別おすすめ CDM 戦車になります。チップ、ミディアム、エリートと3つの価格帯を分けて、それぞれ紹介をしていければなと思います。まあ、値段が安ければコスパの戦車として紹介はできますし、値段が高かったとしても、その値段の価値っていうのは十分にある戦車なので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは早速紹介をしていきます。まずはチープですね。10万以内の戦車たちはこちらになります。TOTW のカンテ、そしてセンチュリオンズアイコンのガットゥーゾ、そしてトリプルスレッドカケレ、そして RTTK マティッチ、そして金のトナーリとキミヒと、この6名になってます。まあ、特に新選手カケレはですね、基本的には扱いやすい選手になりますし、まあ、スピードもね、82あるというところが、まあ、いいんじゃないかと思います。で、逆足もね、読んでパスも上手いという、そんな選手になりますね。まあ、プレイスタイルプラス自体はね、ついてはないですけれども、まあ、パス面のところがついていたりとか、あとは容赦なしかな、ついたり、します。まあ、フィジカル自体はそこまで強くはない選手にはなるので、ガツンと取り切るっていう守備はそこまで得意ではないですけれども、インターセプトだったりとかはしてくれる、そういう選手にはなるので、まあ、値段の価値っていうのは十分にあるかなというふうに思います。で、あとは RTTK のマティッチですかね。前回紹介をした時からプラス2 RTTK で能力が上がりまして、冷静さが96まで行きました。非常に高い。で、リアクションも高いし、積極性もね、高いというところが非常に素晴らしいなと、思いますね。で、守備力も高くって、またカケレとは違ったタイプのボランチで、まあ、ガツンと取り切れるという、そんな選手になってますね。で、パスはめっちゃうまいとは言えないですけれども、まあ、それなりに、全然通せるよという、そんな選手で、スピードに関しては、まあ、少し、遅さを感じてしまう場面はあるかもしれないですね。あとオンザボール、マティッチに関しては結構重たい選手にはなるので、マティッチでなんかぐんぐん運んでいったりとか、まあ、細かいタッチで、かわしたりとか、相手をずらしてとかっていうのはちょっと難しめの、選手にはなってしまうので、そこの重さだけが気にならなければ、まあ、結構ありかなというふうに思います。まあ、ケミが難しいんですけど、ケミが合う方はぜひ使ってみてほしいなというふうに思います。そして続いてはミディアムですね。10万から50万以内の選手たちはこちらになります。RTTK のライマー、そしてベースアイコンのライカルト、そしてエッシェント、この3名になってます。エッシェンに関してはですね、50万以内かの中でのボランチの選手で行くと非常にコスパはいいと思います。非常に強い選手に、なりますね。で、ドリブル自体そこまで重さっていうのは感じないんですけど、ただ敏捷性が低くって逆に切り返したりとかするときにはどうしてもなんかのっそり感かな、なんか遅いなって、切り返しが遅いな、反転とかが遅いなって、思う人はいるかと、思います。スピードに関しても全然遅くはないですし、しっかり取り切れる守備力っていうのもあるので、まあ、ボランチとして非常に素晴らしいなというふうには思いますね。まあ、プレイスタイルも、素晴らしくって、ジョッキのプラスも、ついてます。逆足4も完璧だと思います。で、そして最後エリートですね。50万以上の選手たちはこちらになります。センチュリオンズアイコンのマケレレ、そしてベースヒーローのラミレス、そしてヤヤトゥーレですね。トリプルスレッドヒーローのヤヤトゥーレ、まあ、この3名になってます。センチュリオンズアイコンのマケレレに関しては、まあ、パスの上手いカンテという、そんなイメージの選手になりますね。スピードに関してはそこまで遅さを感じないですし、まあ、能力もね、82かなあるので全然遅くはないです。で、守備力に関しても、非常にこう動かしやすい中でしっかりと取り切れるという、そういう力、持ってますね。で、ドリブルに関しても全然重たくはないし、軽い方だと、思うので、まあ、扱いやすい、軽いのに、まあ、強いみたいな、そういう選手に、なってますね。で、ブロックのプラスが、まあ、ほんと C ではブロックのプラスじゃなくて、まあ、例えば予測のプラスだったりとかね、あとはカンテ同様にインターセプトのプラスだったりとかがついていたら、まあ個人的にはボランチとしてより優秀だったかなというふうには思いますね。なかなかブロックのプラスそんなにボランチでは使わないかなと思ってはいるので、センターバックだったらね、結構シュートブロックとかで使ったりとかするんですけど、
まあ、ここが強いて言えばプラスが違うものだったら良かったかなというふうには思いますね。まあ攻撃出ていく選手ではないので、シュート能力は低くてもうほぼ入らないっていう、そんな選手にはなるんですけれども、まあ相方をちょっと攻撃目にして片方上げるとかでも全然自分はいいと思いますし、まあ、結構守備戦の選手として使うのが一番いいと思います。で、あとはヤトゥーレですね。ヤトゥーレ、トリプルスレッド、まあ CDM の選手なんですけれども、全然 CM 起用だったりとか、上がらせるボランチとして使うのがいいと、思いますね。本当何でもできるという、そういう選手で、身長も高くってまあごつい選手に、なりますし、スピードに関してもね、全然遅さを感じない、そういう選手になります。で、シュートもね非常にうまくって、パスもめっちゃうまいという選手で、ディフェンスもしっかりできますね。能力値自体はめっちゃ高いっていうわけではないですけれども、やっぱりでかい、でかさがあって足が長いからかちゃんと取ってくれる、そういう選手になってますね。まあ唯一多分多くの人がというか気になる部分は、まあドリブルかなと、思いますね。ただ身長がでかいから、まあ重たいのはね致し方ないんですけど、その身長の割には全然モテる方の選手になります。し、まあそんななんか中盤でゴリ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 ねドリブルでボン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 行くっていう人ってそこまでいないとは、思うので、まあ強いて言えば気になるところはドリブルですけれども、まあ全然そこの能力が低型としても他がちょっと高すぎるので、まあ総合的には満足感がかなり高い、中盤の選手になるかと思いますね。まあ 4-4 あって、プレイスタイルも素晴らしくって、非常に個人的にはまあ最強クラスの、ボランチの選手になります。まあという感じで、こちらが値段別おすすめの CDM 選手たちになります。少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。それでは今回これで終わります。いいなとったらチャット登録、高評価お願いします。それではバイバイ。